歌唱第71号艦は日本海軍の潜水艦。後の水中高速船の元となった水中高速実験潜水艦。艦籍に編入されなかったため最後まで歌唱艦名のままであった。元々は離島防御用潜水艦として試作されたが、水中速力は25ノットという高速を予定していた。 この時代の一般的な潜水艦の水中速力は10ノット以下である。設計は1934年に建造され、水中速力24ノットを発揮した一、軸電気推進の影響的や公表的の開発経験をもとにして行われた。そのため艦首に浮力タンクがあり、水上では水平を保てず安定性や高揚性が不足していたとされる。 1937年により、クレ海軍工廠小髪なり工場で建造され、1938年8月29日に浸水、各種実験に供された。手記には、航空機用のダイムラーベンツ車製、ディーゼルエンジンを輸入して搭載する予定でいたが、輸入不能となり、出力の劣る、国産手記で対応された。予定よりも、手出力が低下したことや、 原則機等に問題があり、機関の信頼性は低く、大やけみでは水上速力13ノット、水中速力21.3ノットに低下した。しかしながら、それでも、なお第71号艦の水中速力は、従来の諸外国の潜水艦よりも圧倒的に高速であった。その後も、各種実験は継続されたが、実用には技術的問題もあり、 艦籍に編入されず、1941年夏に解体された。第71号艦の資料は少なく、また、公表的が軍機であったため、この艦も同様に軍機とされたと思われる。第71号艦には多くの技術的問題があったものの、当時未知の分野であった水中高速構想のために多くの新技術が採用され、日本は他国に先んじて、 潜水艦の水中高速構想に関する貴重な開発経験を得ることとなった。この艦の設計は後にイ2 0 1型潜水艦やナミ201型潜水艦の設計に生かされ、水中で高速を発揮できる潜水艦のひな型となる。A 標的や高標的で培われた開発経験が生かされ、水中高速性能を追求するために、 船体や環境などに先行時の水中抵抗を排した流線化設計がなされた。船体は単核構造で艦首に浮力タンクが設けられ、3門の魚雷発射菅がのうち1問は艦首中心線の下部、2問は艦首浮力体育上部に艦外装備された。3門とも管内から魚雷の再装填はできず、寄港した基地で装填される。当然予備魚雷は搭載していない。 大容量蓄電池として、A 標的用に開発されていた特、B 型蓄電池672個を搭載、1800馬力の電動機と80馬力の低速航行用の補助電動機が搭載された。初期は、ダイムラーベンツ航空機用 V 型ディーゼル600馬力2機の、計1200馬力の予定であったが、国産の300馬力ディーゼル1機に変更された。操縦系統には、 魚雷振度機と由良小式用打機による自動操縦ソーダを採用、予備として人力ソーダ輪も装備されていた。艦尾には線打を装備しない十字型のソーダ、制御装置を採用していた。推進方式には水中高速性能を追求するために当時の魚雷と同じく一軸による二重反転プロペラ推進が採用されていた。写真日本の軍艦第十二艦 p 二百十 ありがとうございます。